ノースダコタ州会議事堂ビスマークはアメリカ合衆国ノースダコタ州中央部に位置する同州の州都ファーゴに次ぐ同州第二の都市であり州中央部の商業医療の中心地である市名はドイツ最小オットーフォンビスマルクにちなんでいる人口は6万1272人西部のミズーリ側の対岸にはマンダン氏が位置するビスマクは ルイス・クラーク探検隊の北西部開拓ルートの中間点にあたる。そのため同市には同体検隊にまつわる史跡や博物館が多い。市内に公園が多く、周辺には小麦畑や原野が広がる落ち着いた都市である。ビスマークは1883年にダコタ巡州の州都となり、1889年サウスダコタ州と同日に、 連邦39番目の州として昇格すると、ダコタ順州都を引き継ぐ形で、ノースダコタ州の州都と定められた。この時、サウスダコタ州の州都には、ピア市が選ばれた。市の玄関口となっている空港は、ビスマーク市営空港である。ミネアポリスセントポール国際空港や、デンバー国際空港からの小型機の便がある。アメリカ合衆国の多くの都市と同様、 市の主要な交通手段は自動車である。市の北を週間高速道路 I-94 が東西に走っている。東はノースダコタ州の最大都市ファーゴを経由してミネアポリスへと通じている。ファーゴまでは約3 1 5トルミネアポリスまでは約6 9 0トルである。西はモンタナ州ビリングスで I-90 と合流し、遠く、 シアトルへと通ずる。かつてはミネアポリスとシアトルを結ぶグレーハウンドのバスがビスマークに停車していたが2004年に不採算を理由にファーゴモンタナ州ビリングスカンは区間配線となった。現在では同社と提携しているリムロックトレールウェイズのバスがビスマークと州内外の各都市を結んでいる。BNSF 鉄道が市内を通っているがアムトラックは走っておらず。 貨物列車のみが通る。ビスマークは、北緯46度48分48秒、整形100度46分44秒、北緯46.81333度整形100.77889度、46.81333-100.77889に位置している。アメリカが収国統計局によると、ビスマーク市は総面積71.0、平方キロメートルである。 このうち69.6平方キロメートルが陸地で1.3平方キロメートルが水地域である。総面積の1.90%が水地域となっている。ビスマーク公立学校システムは小学校15校、中学校3校、高校2校を運営している。このほか市内には私立学校がいくつかある。また、小規模大学4校がビスマークにキャンパスを構えている。 ビスマークの新聞社は1873年創立のビスマークトリビューンである。PBSNBCCBSABCFOXTBN テレビ局各社がビスマークに主局を置いている。また AM4 局、FM15 局のラジオ局を抱える。以下は2000年現在の国勢調査における人口統計データである。基礎データ人。 種別人高構生年齢別人高構生世帯と家族グレイハウンドラインズアンウンセスネットワークトランスフォーメーショングレイハウンドインク2004年6月25日ケンワージートムサムレフトインダーッチアズグレイハウンドカッツストップス USA トゥデー2004年7月19日 US ギャザティアファイルズ 20102000&1990 ユナイテッドステーツセンサスビューロー h t t p コ、e、ロンスラッシュスラッシュ www.census.gov スラッシュジオスラッシュ www スラッシュ GAZETTER スラッシュガゼット .html2011 年4月23日閲覧ありがとうございます。